暑い。何もやる気が起きない。皆さんこんにちは、プマです。いやー、本当に暑いですねー。学生の皆さんは夏休みの方も多いと思います。海や山にプール、夏祭りや旅行に行く方も多いと思います。ですがくれぐれも熱中症にだけは、気をつけてください。皆さん突然ですが、水虫になったことがありますか？私自身はなったことがあります。今回は水虫あるある茶番、お楽しみください。水虫あるある、その1。この前田中が飲みすぎて、漏らしちまったんだよ、わら。キャハハハハ、情けないやつだな、わら。俺の知り合いの山田が水虫移されたんだよ。水虫。そうなんだ、大変だな。しかも、かなり立ちの悪いやつで、今も通院してるらしいよ。そうなんだ。ちなみにどうやって移されたんだ？うっかりして水虫持ちの人の靴を履いちゃったんだってさ。なあ、トイレ借りていいかな？いいよ。水虫のこと思い出したら、俺も水虫だったんだ。じゃあかゆい、ボリ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 、でも、かかと気持ちいい。でも、人には絶対見えない。水虫持ちであるということを知人や友人に隠す。その2。おええー、くせえー。どうした？マリサ足臭すぎるだろ。そうか、夏なんだから仕方ないだろ。夏に限らず年がら年中臭いだろ。あれ？そうだっけ？足が特に臭い。その3。ふう、雨か。しかもジメジメしている。高温多湿は特に憂鬱だ。なぜなら、水虫だからだ。あ、こんなにひどくなっちゃった。梅雨時期は辛い。その4。あーかゆい。本当は良くないんだけど、書いちゃえ。あー、気持ちいい。それから10分後、足の指が血だらけになっちゃった。ついつい書きすぎて足の指が血だらけになる。終わり。